あれ？え？あれ？先生、何してるんですか？流してて、これで。これ、赤ちゃんの、クーファンなんですけど、ペット。どうですか？なんのこと？3歳の僕は知りません。さあ、チャンネルチュンル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 ン、あ、チャンネルチュンチュンルンルンチュンルンルンルン、なんとね、重大発表があるんですよね。このサブチャンネルタイトル、重大発表がありますだから。あ、重大発表、重大発表は大体詐欺。ああ、これじゃない。最近の重大発表あるある、ブランドを作りました。はい、猫飼いました。ブランド立ち上げました。新しい家族が増えましたね。そういうのよりすごい重大発表があります。はい、なんとポンスに初めてのホクロができました。イエーイ。あまりに重大すぎる。ポンスに初ホクロができたって。はい、じゃあポンスさん、ちょっと来てくれますか、はい、こちらに。どこにホクロができたのか皆さんに発表をお願いします。ポンスが持つ、はい、今日はって羽が移したいの？知ってます。それなの？赤ちゃんが生まれた時。じゃあちょっと行きますよ。うん、はい、ちょっとこっち向いてください。せーの、ででででででで、顔だけ見せてください。あ、ほら、ここ、これ、わかるよね？わかる。口の下と、あともう一個はここにあるんですね。もう一個見して。ほら、ポンスが待ってるよ。あ、どこにある？ポンス。ちょっと待って。できてる。本当だ。で、これびっくりするのがね、ほくろができたってのも結構びっくりしたんだけど、ほくろ記念日ね。うん、まあ見つけたのが昨日ってだけなんだけど。うん、びっくりするのが、うん、なんとあのポンスの腕のほくろ、私とウー君にもあるんです。重大発表すぎる。これはやばい。これはやばい。これ普通にやばい。マジでリオの血みたいな。マジで確率がやばい、うん、ちょっと一回見せて信じてもらおう。そうしよう。うん、ポンスのここにあったほくろですね、うん、なんとまずなんかあるかなと思って見てみたの、うん、したらあったの。ほんとにリリリリン、ほら、ここに左手の手首、ちょっと手首から真ん中よりちょっと手首寄りのところの、内側より。そうですね、ここ、これなんですよ。うわ、やば、このほくろ一緒じゃんってあーちゃんが言ってたんだよね。あー、ママもあるって寝る前にね、うん、で、試しにウー君を見てみたんだよね、うん、そう、一応ね。あ、俺ほくろないって言って、うん、二人並んでるとこにパーって出したら、あったこれですよ、ここのほくろということで、はい、信じていただけたでしょうか。私たち左手首のここのところ、もうこれはもう家紋、柴田家の家紋、もうほくろにします。覚えた。なんかこの家の家紋みたいなのあるじゃん。あー、花の家紋とか。これはほくろだから、ダサい家紋ほくろ。黒い点。じゃあ家の紋章みたいにあるの？そう、将来家を建てたら表札のらへんのとこに黒い点を。え、これゴミかなって思ったら家紋です。
よかったね、仲良しボクロが発見されました。これは普通に奇跡だね。え、奇跡。いやー、じゃあ次のさ、この生まれてくるベイビーのここにもさ、同じホクロができるといいね。多分あるよ。かっこいい。おお、すごじゃあ、仲良しボクロ、仲良しボクロ、いや、私ちょっとさ、思うんだけどさ、ちょっと一個言わせてほしい、うん、重大報告のこのおまけで、うん、子供の名前なんだけど、うん、決めてるじゃん、うん、決めようとしてるじゃん、うん、なんか私の言い分はね、うん、嫁としての言い分、まず結婚の時に、うん、もう人生でこの後ずっと背負うという名字をね、うん、譲ってるわけ。譲ってる、うん、柴田でいいよって。でもそのもう話し合いもなく、なんか風習のせいで私はそういうふうに、ぬるっと柴田になったわと思ったの。いや、なんかさ、ロマンチックに日本は俺の名字にならないみたいなプロポーズもあるしなんか、え、別にお前の名字になってもこっちからしたら得ないわけって思うわけで、変身なかなかめっちゃ好きってわけでもないんだけど、うん、その最初の時点でそっちを優先したから、子供の名前は私がつけていいんじゃないって思ってんの。そういうことが言いたかったんですね。そうですけど、なかなか言いましたけど、つまり子供の名前を決めさせてくださいってことですか。そうです、私がフルで考えて。ダメです、私も考えていただきます。しかもなんせ子供をこの世に産むのは女です。もっと女性へのリスペクトがあってもいいんじゃないんでしょうか。私が全て決めようと言っているわけではないのです。あなたとすり合わせていい名前を考えようと思っているのです。すり合うわけがありません。あなたと私は趣味が全く違います。全く違います。確かに武蔵と小次郎みたいな名前がつけたい中、私はなんかこう洋風、今風の名前がつけたいわけですよ。絶対に合わないんだよな。うーくんってマジ頑固で全然折れないの。なんか私はちょっとでもそっちの寄りの考えになんか転換してあげようかなと思って寄り添ってんのに、こいつマジ頑固なんですよ。本当になんか周りではなんかすごいカカア殿下みたいな感じで振る舞ってるんだけど、全くカカア殿下じゃない。そんなことないよ。そんなカカア殿下みたいに振る舞ってないけど、敷かれつ敷きつでしょうよ、尻なんて。うーくんは尻に敷かれてればいいでしょ。尻の下からも意見は優勢。ってしかし敷いてない、全然。とにかくなんで、なんか当たり前のように子供の名前決めようとしてんのって感じ。決めていい、はいはいはい、っていう気持ち、決めていい。なるほどね。その気持ちをちょうだい。じゃあこのホクロも柴田ボクロっていうのは消せないってことですね。消せないですね、うん、なんだろうね、もう名字とか新しく作り出してよくない。だってわかる。え、なんか私普通に空城とかなんかなりたい。かっこいいね、龍崎みたいな。龍崎みたいな道明寺とかなりたくない。え、なんで何の名字変えちゃいけないの。二人で名字も考えたかった。じゃあで名字考えるから名前考えるみたいな。新しい族になるみたいな。結婚したらまた完全に新しい名字、うん、年始まるっていう制度。え、そう。ちょっと面白いかもしれないですね。やってみたかったな。そしたら何がダメなんだろう。私、うん、可愛い女の子、なんか気の強そうな女っぽい名前がいい。可愛くて気の強そう。じゃあ夢殺しあやなってことですか。夢殺しどういうこと。え、です、殺すとか入っちゃダメ。夢に殺と書いて。いや、ちょっともう切りないからもう終わるか。切りない、切りない。ということで、ちょっと謎のお話になっちゃったんですけど、あーちゃんの名前考える。話し合います。はい、これがあなたたちの見る最後の柴田家の姿かもしれません。なんで柴田ではなくなっているかもしれません。ダイヤモンド愉快みたいな名前したいな。名字ダイヤモンド。ダイヤモンドユウスケ。とんでもないミドルネームもついているかもしれません。うん。
ちょっと解明も視野に入れつつ生きてみたいと思います。急にということで重大発表でした。じゃあねー、マイマイ。あー、かわいいね。テレビ電話止めるときのやつやろ。あ、じゃあね、バイバイ、じゃあねー。